皆さんこんにちは、ペソでございます。デルウェイエンパイアね、続きやっていきましょう。ではね、ついにこちらの方にね、伸ばしていきましょう。で、どっちを通していくかなんだけどね。ロックスプリングマスまで、こんな感じかな。で、これを伏線で、山越えですからね。レートプレーンズを横断することに成功したな。素晴らしい手腕だ。さあ、しばらくはね、ちょっと山越えなんで、そうだ、タスク解除してないね、そういえば。あ、これめっちゃ早いやん。こっちはパワーですね。ロジャースモーグルをね、買いまして、しばらくはちょっと単戦ですけどね、シャイアンと、ロップスクリーングスを結びましょう。駅がいっぱいなのね。一応ね、直線のところに閉塞空間使っておきましょう。
どこだ？ああ、スミスさんのとことか。オクラホマまで結ぶ手もあるんだけどね、重要な支えたらね。野菜なんか作れる。お、あー4万人超えてないからか。大赤字だね。車両ですからね、ちょっと大型の駅を建てちゃおう。でもまたまた接続ボーナス言ってくるかな、勝手に。ちょっとやめとこう。Thank you.
タスク的にはね、かっこいいですね。最速ですね。100人の乗客を止めることなくシャイアンがロップスクリングね。ん？おお、サンタフェか。でかいな、30万か。いつまで？68年、4ヶ月後か。で、ラトンからラトンに駅を、まあここで付けちゃいましょう。
あ、起きた？あ、開けようか。はいはい。どこから開けるんだこれ。こうか。はい。はい。あっ。あとはね、サンタフェからはもう伸ばす場所はないので、横にするべきだったかな。うん、どういたしまして。はい。いや、これこのままこっからこの状態でお菓子出すのよ。こうやって。はい。はい、どうぞ。あ、しまった。新産業ボーナスやったか。まあいいや。じゃあちょっと撤去しちゃおう。ちゃんと見てなかったね。サンタフェで新産業。あ、でもトウモロコシ。これなんだ。採掘場だもんね。難しいね。何がいける？臭いとかなかったっけ。あー、西側はすごい優秀やけどね。はい、よいしょ。うん、適当に入れちゃおうか。あ、はいはいはい。うん、食肉にしよう。おい。あ、ここを購入したのね。需要がないんでしょうね、ここはね、野菜が。あー、ですよね。となると、倉庫の駅を作った方がいいんだ。
あ、そうですね。これだったら木材も拾ってこれるからいい感じになるかもしれない。そしたらここをちょっと改造しよう。で、路線を利用してね。ああ、そうか。こやつを一度、うん。はい、こんな感じにしましょうか。そしたら積んでくれるかなと思うんでね。あ、でこっちを受け入れしないとね。あれこっちか。野菜やったよね。
これも何回かやってるうちにいけるでしょう。ということで、今のところ接続ボーナスね、出てないので、今回ちょっとこれぐらいにしましょうか。ちなみにタスクとしては63人ね。完全に伏線すればね、全然いけるレベルやとは思ってるんですけどね、タスク上はね。ただもうちょっと時間かかりそうですんでね、今回これぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。